ポケットモンスター3、社会人による大人の実況プレイ、実況者のエテです。よろしくお願いします。今日は休みなんでね、まだまだやりますよ。本日3回目の収録です。だいたいね、1日2時間ぐらいしかやってなかったけど、だから2本撮りぐらいだったね。今日は3本撮りで進めていきます。はい、まずは、とりあえず前回空を飛ぶで帰ってきたので、回復しようか。はい、では進んでいきます。あ、リレーの前にはい、すいません。エテさん、よろしいでしょうか？よろしいです。ドッピュッ、星雲ちゃん。はい、この子を遺跡に連れて行きたくて、ただ裏々の遺跡は、砂漠の奥にあって無理は言えないのです。今行こうとしているのはマリエ図書館なのです。読みたい本がありまして、一緒に探してほしいのです。マリエ図書館ですけど、マリエの街中にありますから、私にもたどり着けるはずです。はい、絶対迷子なるじゃん、それ。もう広、これ何個ぐらいあるんだろうね、ジガルレキューブって。何ジーナさんから通信だろう。10%ね全然だったわ。この数字が何を意味するかお知りになりたければ、裏々島16番道路のエーテルベースにおいでなさい。確信に近づいていますわ。ボンヌシャンス。全然じゃん、10%って。何？博士！誰？オーラトム。図鑑の中は居心地いいかい？いいよ。大木戸博士がロン毛になった。はじめまして、私は、ナリア大木戸。ナリアって言うんだ。ナリア大木戸な、大木戸ナリアか。名前が名字か、大木戸って。大木戸ナリア。レジョンフォームを調べておるポケモン研究家です。ここで一句。君が相手だね、ククイ君から聞いておるよ。ロトム島巡りのサポートをよろしくな、ピカチュウ。もちロトムを頼みますぞ。カロスの発明少年も生みの親の一人として気にかけておるからな。私はマリエ図書館にいます。何かあれば会いに来ておくれ。図書館には地面の黒い丸、黒い三角、黒い四角を順にたどると丸三角四角到着できます。丸三角四角、はい。了解。これなんだろう、張り手山なんだけど。ああ、顔入れるやつじゃん。丸、三角、四角。別にそんなん言われんでもたどり着けたわ、普通に。マークもあるし、旗マーク。エテさん、ごめんなさい、また迷ってしまって。ついふらふらとブティックに入ってしまい、最後の一着と言われ、つい服を買ってしまいました。気合を入れないと、着れそうにもない服ですが、着てみてよ。着てみてくれないか？でも店員さんからマリエ図書館の場所を教わったから、いいですよ。いいですよね。すぐ近くでしたけど。あ、今目が点になったよ、一瞬。ひえ。エテ、久しいの。島巡りも順調そうだな。きっとカプも喜んでるであろう。で、エテ、そちらは？彼女のリーレーです。あ、はい、私はリーレーと申します。先ほどはバンバドローが驚かせてすまなかったな。どうやら島巡りではないようだが何を？訳がありまして遺跡を調べたりしています。ほう、関心じゃな。聞いたらいいのにね、この人なんか知ってそうだもんね。では、どこかに行きたいときは案内してやろう。我々のバンバドロは特別力自慢でな。二人乗りでも大丈夫。ありがとうございます。ああ、Aが強いんじゃないかな、この馬のポケモンね。物理アタッカー。で、耐久も強そうだしね。マリエ図書館に参るとしましょう。捕まえとけばよかったな、馬のやつ。しくった。探しているのは古い本なのです。バーネット博士に教わった伝説が書かれた本。何でもアローラの伝説のポケモンは別の世界からやってきていたとのことです。うん。わ、なんか紫色の髪の小さな子がこっちを見ているよ。貴重な本ですので貸し出しているか分かりませんが。プププ。かわいい。これでしょう、ひらひらのお姉ちゃん。読ませてあげる。え、わかりました。なんでわかんの？アローラの光。では読ませていただきますね。何もない空、突如として穴が開き、一匹の獣、姿を見せる。太陽を暗いし、獣と呼ばれ、アローラの王を担う。太陽を暗いし、獣光り輝き、持てるすべての力放ち、島の守り神を支える。太陽を暗いし、獣、アローラの王朝を明るく照らし、自然の恵みをもたらす。太陽の獣、月の獣、交わり、新たな命を呼ぶ島の守り神、命見守るとする。アローラの王朝、祭壇にて日本の笛を吹き、音色捧げ、太陽の獣、ソルガレオに感謝の気持ちを表す。表すかな。お父さんの本面白いでしょ？ええ、お父さんってこれ、相当古い本ですよね。うん、お父さん、アセロラ、こう見えて大昔すごかった一族の娘なの？図書館に置いておかないとポケモンたちにボロボロにされるし、ね、他にもアローラの伝説を教えてあげるよ。なんなのこの子。すごく嬉しいです。私こちらでお話を聞いています。試練です。いや、いても、ちょっと一緒にいて。10番道路、はい。バス、はい。かわいい。ちょっとスイレンちゃんとはまた別の可愛さがあるね。島巡りの人はエテです。エテと呼んでください。まあ行こうか。10番道路からバス。で、ちょっとブティック寄りたいんだ。ブティック。ここじゃない？ブレイク。違う？何屋さんここ。何屋ですか？ダンス屋さんでした。ダンス屋さんでした、ここは。うん。ダンスはちょっと必要な。ブティックどこだ？ちょいても服そろそろね、変えたい。なくない？文化す、ここは食事マーク。あ、ここだ、ここだ。さあ、イケメンになっちゃおうかな。はい。とりあえず、なんかナマコパターンっていうなんかよくわかんないシリーズのやつを。上下で揃えちゃった。上下で揃えちゃった。なんか、お母さんが買ってくる服シリーズだよね、これあれ。お母さんが買ってきちゃった服シリーズ。これが許されるのは小3までだな。小3までだな。これ買ったらお金もう3000円ぐらいしかなくなっちゃった。やっちまったな。リュック高くて買えなかったし。この服を上下で買うよりリュック1個買った方がよっぽど良かったかもしれない。まあ、進もう。まあ、ピンク卒業できたからね。よしとしましょう。はい。では次、10番道路からのバス停。マップ見ます。左の奥の方だね。ケンタロス10番道路こっちだね。よし行こう。なんださ、トレーナーじゃないの？すいません、忙しいので。はい、ババアの話だぞ、聞いてはもらえぬか。そうだな。チャンネルだったら話は変わってくるけども、ババアはね、それはもう身の程を知ってほしいね。ひどい。言い過ぎ。てかデカグースじゃん、進化系やん、強いじゃん、欲しいけど、まあ、デカグースはまあいいか。使うことはないもんな。回収、まひ直し、まひ直し、めっちゃ使ったからね、嬉しい。木の実。ああ、ポケモンが出てきた。まあ、このパターンでね、マッケンカーには仲間だったからね。マッケンカーにー。木の実好きなんだね。まあついばむでお疲れしちゃおう。追い打ち。はい、さよなら。七しの実。ロメロミ。お、まだある、まだある。4個目。ロメロミ。まだ行く !5 個目。トマト。ん？なにー！けど今グラフィックがドリルだったよ。ドリルこれは捕獲しよう。耐えてくれたらの話。それは葉っぱかった、耐える。乱れ好き。3、耐えてくれよ。余裕で耐えるね、今一つだもんね。じゃあついばむ飛行、これも今一つ。5、10、15、3回刻んでくるね。ああ、よし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 。ここで一回ポケモンチェンジ。アブリボン耐えろよ、一旦耐えろ。ダメ押し。オッケー。ここでゴナビレゴナ散布。おっしゃ、これもうモンボでいけんじゃね。こんだけあれしたらモンボでいいでしょ。これ確実に捕まえられる。ダメー。スパボにし、うわー死んだ。すまん。おー耐えた。よし、その命大切にしよう。スパボでいこう。1、2、3。よし、ドリル。うん。電磁虫25。噛み砕く。まあ、噛みつくを。これは忘れさせよう。順当だね。これは。威力上がるし。はい。鬼ドリル。かっけえよな、ドリルは。ほんと。よし。まあ、一旦ね。間違えた。帰ってもらおうと思ったんだ。帰ってもらおう。本当はね、電磁虫と交換して入れたいんだけど、まあ、ボックスに送ろう。やっぱね、新ポケの方がね、弱くても使っていきたい。そこはトレーナー。うわ、また出てくる。え、もしかしてまたドリル？結構ドリル出てくる。ドリルなんだここ。ドリルのバーゲンセールか。サイヤ人のバーゲンセールじゃないか。これベジータね、今のベジータ。ツイバム2発で落とせる。ダメ押し。回復しよう。よし、31。そろそろさ、3進化目来ちゃうんじゃね？ 36 とかでしょ、平均で言ったら。ピヨピヨパンチいるでしょう。これはリズミカルにパンチを繰り出し、相手を攻撃、混乱させることがある。追い打ちいらない。こうなると追い打ちいらなくなってくるな。とりあえずね、ストーリー攻略中だもんね。そうそう、ポケモン入れ替えてくるトレーナーはいない。バック。傷薬。もうなくなる。あと1個。よし。で、いい傷薬。OK。トレーナー多い。トレーナーが多い。無視しよう、無視。開いてないやんか、ここ。あ、そうか、これがバス停なのか。バス停か、これ。すいません。バス停。なんだよ、バス停持って帰るんだよ。バス停を横取りかよ。こいつぶっ飛ばす。持って帰っていいよ、うん、重たいだろうけど頑張ってね。何、バス停を持って帰ってうちに設置したらそこにバスが止まってくれるとでも思ってんのかな。おめでたいね。ゴールマン。ツイバムなんか音波とかしてきたらこう、うわ、あやかったが痛いんだ。耐えて。危ねえ。急所。変えようポケモン。27でしょ相手で、エアカッター打ってくるから飛行なんで、虫とか格闘はちょっとまずいんで、月光がしかいない月光がしかいないわおのずと。ゴンベはちょっとレベル差が大きいし、エアカッターカルーゼ辻切りで落ちるかな。タイプイッチ水手裏剣の方がいいかな。いやいや、辻切り結構強いからな、言うて。落ちてよし。コンベ23。俺が戦えば負けるわけないのによ。まあいいよ、持って帰っていいよ。手がかったけど、すかさず相棒に戦ってもらうスカルタント勢。強いやつにも立ち向かう、軽い気持ちで立ち向かういいよ別に持って帰っても。スリーパーかな。じゃあそろそろ進化ゴルバット出してくるぐらいだもんね。ラッタスリープどこ行ったの。ちょっとポケモンノーマルタイプに対して負けんかに頼むわ。噛み砕く。オッケーここはピヨピヨパンチと見せかけてグローパンチ必殺前歯耐えろ。よし、ああ強い、いいね。炙り本26。どこでもいいがバス停の重さゴローニャと同じくらいだよ。そりゃそうでしょ、石ついても。だってバス停がなければバスの運転手だって仕事サボれるんじゃねえの。なんかしらけたわ、屋敷に帰るわ。ペンペンさよなら。はいってことでバス待ちましょうか。おっククイ来た。走っていくスカルダンとすれ違ったよ。着ぐるいたちね、パワーがあるならリーグのチャレンジャーになってほしいな。チャレンジャーこれから教えるよ。ほくらに丘山頂に行くならバスがおすすめだからね。スカイアッパーのような勢いで登っていけるぜ。ほう、バス停調べてみよう。バス停がある。乗ります。普通のバスじゃん。どこら辺がスカイアッパーなの。ナッシーバス。安全運転でぶっ飛ばしますよ。乗って乗って。けど最近めっちゃ可愛いバス増えたよね。その、幼稚園のバスかなんか知らないけど、めっちゃ可愛いバス街中走ってるからね。あ、行ってきます。こっちだぜ。ほくらにほかオーロラアローラオーロラってなんだよ。アローラで2番目に高い山では一番高いのは富士山です。ご覧得て。神々しさ神々しさ神々しさいいの。アローラで一番高いラナキラマウンテンだぜ。なんか工事してないけどクレーンみたいなのがあったよ。太陽の化身とされるアローラの伝説ポケモンに一番近い聖地ラナキラマウンテンのてっぺん、あそこにポケモンリーグを作る。今は作ってるんだポケモンリーグ。過去に島巡りをこなした者はラナキラマウンテン、言いにくいてっぺんで島キングたちと戦い、島巡りチャンピオンとなった。僕はアローラの昔からの風習を大事にしつつ、世界に通じるチャンピオンを生み出すため、あそこにポケモンリーグとリーグを守る四天王を確立するんだ。島巡りチャンピオンから世界のチャンピオンに、そしてチャンピオンを通じ世界のみんなにアローラのポケモンやトレーナーの魅力を知ってもらえるんだ。ほう。天文台。とりあえず、ポケセン行こう。お願いします。天文台だね、次。はい、ありがとうございます。ショップ。わざマシンもしかして。フレンドリー。うわあ、ドーピングアイテムだ。欲しいけどお金が全然ないんだ。金がない。また来ます。あ、シャッドゥアッここだね。よう、相変わらず熱いね、ロイヤルマスク君。言っちゃったで、彼はマーレイン、天文台の所長にしてパソコンのボックス管理者だが、キャプテンではないぜ。元キャプテンさ、ロイヤルマスク君。性格悪いね。これ知ってて言ってるんだね。エテ君だね。わざわざ来てくれてありがとう。ただ、うちのキャプテン、マーマネは忙しくてね。彗星の軌道計算とか、フェスサークルの維持とか、試練に挑むだけの資格があるか確かめる。昔はククイとも冒険し、鍛えたトレーナーの腕前、存分に披露させてもらう。ほう、やろうってのかい。ポケモンとりはマーレイン。エアムド、いいポケ持ってんね。エアムド、鋼飛行、葉っぱカッターはちょっと効かないでしょう。格闘、当倍、月光がだ、ここは月光がだ。炎があればメタルクロー。鋼飛行、水手裏剣、2回少ない。やかった、急所はやめて。急所、この野郎、急所お返ししよう。なるほど、さらに辻斬りまだまだだな。サトシパワー、1640乗ったね。40いった。3226。まあ喧嘩にもなんかそろそろ来そう。ダグか、ダグ複数ローだな。ダグに対してフクスローって最強じゃない？穴を掘る効かないし、葉っぱがあったら抜群取れるし、なにこいつら。なんで髪の毛生えてんの。ロン毛だし、オスだし。やばっ。しかも葉っぱカッターで抜群取れないんだが、なんで鋼タイプ入ってんのかな。メタルクローとか打ってくるぐらいだから。気持ち悪くなったな、ダグ。メタング鋼、こいつは鋼好きだね。偉い偉い、鋼好き。負けんかに行こうか。メタング勝ち割ってやれ。思念の続き、エスパーはまずい。シスいやーまずい。月光が頼む。エスパー入ってる？エスパー入ってんじゃね？鋼エスパー？バレパン効かぬわ。おーし、ま、頑丈潰しにはなったかな。24ククイのやつ、いいトレーナーを連れてきたね。あー、ハッピーレインしとけば。ハッピーレインって何？ハッピータイムでレインってどっから出てきたんだよ。マーレインから出てきてた。ご視聴ありがとうございました。なるほど、キャプテンの、試練に挑む資格ありそうだ。ありだ。島巡りをしていた時の僕らより強いと思うぜ。あとは僕はククイであってロイヤルマスクじゃない。ちょっと怒ってる。ちょっと怒ってる。じゃあ僕はマリエ庭園に戻るよ。マラサダを食べ終えたら、食べ終えただろうハウを案内しないとね。ああ、怒っちゃった。相変わらず面白い男だ、我が親友は。エテ君、我らの天文台にようこそ。どっか行った。はい、ついていきます。ほくらに天文台。どこにいるんだ？こっちだな。所長室だろうな。所長室行こう、所長室。なんか、アイテム落ちてそう。めっちゃ落ちてそう。なにこいつ！目標、石マーマネ。おそらく試練が目的だと思われ。何？ビッパーかこいつ。ネラーか？フェスサークル好き？うん、好き。それなら、いいや、始めよう。どこで？今ここで。はい。呼び出した主ポケモンに、己の強さを示す。これが試練の基本形。そこで僕は考えたよ。いいなり主ポケモンを呼べばいいのではないかと。そして作ってみたのだが、主ポケモンを呼び出すマシンだったりする。なぜマシンを作ったか。そもそも天文台では宇宙の音も調べている。人には聞こえなくてもポケモンには聞こえる音。集めた音を地上に流し、ポケモンの反応を確かめる。この仕組みを利用したのが主ポケモンを呼ぶマシン。他にも集めた音でここのセキュリティも作った。これはマーさんの発明だけど。ちなみに、マシンは初めて使うから実験にお付き合いください。主ポケモンコイコイマーク2スイッチオン。多分ね、相当な変わり者だねこいつは。さあ主ポケモンブン。停電でござるか。ござるとかさ、思われとかやばいぞこいつ。あいたたた、ドアが閉まった。セキュリティを解除してドアを開けるには音声クイズです。大丈夫だ。ただならぬ気配を感じるよ。来てます。虫ポケモンがやってきてます。ですからこのままマーマネの試練始めです。はい、まあ、サクッと終わりそうだね。ドアを開けるために音声クイズに答えてください。これから鳴らす音は何の音でしょうか？うわ、難しい。なんだろう。進化した時っぽいな、これ。多分進化した時だな。ポケモンセンターです。あごご。わ、ドアが開いたらポケモンがやってきたよ。よろしくやって。正解したらポケモンとの勝負回避できるとか、そういうカツラの初代カツラのクイズシステムじゃないんかーい。あごじ虫だ。食べちゃえ。てか回復してねー。回復してね。こんなにすぐ試練始まると思わんかったから回復してくんの忘れた。さすがやで。で、話している間にドアが閉まっちゃいました。大丈夫。主ポケモンが来ています。ん？ちょっと待って。失礼。主ポケモンの存在を遠方に確認しました。どこ？あ、10番道路だ。でれん。ドアを開けるために音声クイズに答えてください。これから鳴らす音は何に関係する音でしょうか？いやー、これは難しいな。木の実っぽいな。木の実の食べた時のパクッデレレレンみたいな。木の実っぽいけどロボモン図鑑。うん。でん。ドアが開いたらポケモンが。はいはい、わかりました。ダンゴムシでしょ。あ、進化した。テッチムシ。まあ、食べちゃえ。あー、そっか、電気入ってるから当倍になるのか。抜群通られて知るー。まあ、そういう時はどうする？電磁虫対決させようか。こういう時じゃないと出せないからね。挟む。まだ挟むとか覚えてる電磁虫いたの？虫に対して有効な技、アクロバッチ。こちらとて電気は入ってる。そうか、電気も入ってるからか。噛み砕け。お、同速だね。どうやら充電。やばい。まあ今一つだからね、電気タイプの攻撃は。特防が上がった。ここは噛み砕くでいこう。よし、780だ。うん、あぶり本27。さすがにね。で、また話してる間に。はい。大丈夫。もう、ちゃんとして、マジで。さらに接近中。何これ、ドローン？ドローンで何？空撮でもしてんの？はい。これが、はい、何？なんかの鳴き声。いやー、これわからん。あごじ虫じゃね？間違えたー。マーマレさーん。マッチでーす。はい。伝承師かな？伝承師？あ、伝承師か。普通に。ドアは開くけど。でん！やっぱり。また電磁虫？電磁虫だ。どうしようかな。回復させてあげたいな。ここはけど、ここら辺で一旦回復させといた方がいいよな。合成合成2回やって攻め立てようか。これ虫食いしてくるでしょ。充電してくる。うん、特防上がっちゃって、こうもっぱつこう合成してマックス回復する。これマックス無来にして OK で、充電でさらに特防。まあ特殊は打たないからいいけどさ、葉っぱカッターだし。いや、ツイバムか。ツイバムでいこう。泥かけ。うわ、危ねえ。だる。効果なかったからよかったけど、泥かけはだるい。あと一発。なんだこいつ。充電池だわこいつ。タミヤの充電池。けど昔タミヤの充電の電池持ってるやつ羨ましかったわ。ゲームボーイにさ、なんか充電の電池さして、なんかめっちゃ羨ましかったわ。さすがに手でまたと。はい、多分これ次最後でしょ。4回目だから、かなり近くまで接近中。入り口のとこまで来た。主ポケモンってもしかしてドローン少年ノエルくんじゃね？はい。主ポケモン。よし。え？この音、この気配。やってきましょう！出たー！主ポケモン！出たー！クワガノン。クワガタポケモンヘラ。クワガノン、なんかアルセルタスみたい。虫タイプだよね。え、だから虫だから電磁虫？もしかしてこれだよね。そうなるよね。めちゃかっこええじゃん。どうするどうする。一回積んでみる。余裕、そんな余裕あるか。これ電気入ってるから今回月光ガニは頼ることはできないぞ。一回積んでみよう。 S は勝ってる。スパークどれぐらい食らうかが問題。半分いかないぐらい。麻痺した。仲間呼ぶ。主ポケモンは仲間を呼ぶね。電磁虫一回積んだから、ちょっと麻痺が鬱陶しいな。こうなると麻痺うぜえわー。ガノン、まあ特防を上げるのはいいよ。全然全然いい。それはまあ挟むも全然気にしない。頼むから動いて。よし、よかった。どれぐらいいくか問題。うわー、おっかの実とは何ですか。鶴舞一積みであんなけか。ちょっと待って、まずくなってきたな、これ。どうしたらもんか、どうしたもんか。とりあえず、スペシャルガード。スペシャルガード、特防軍、スパークで、マジかよ。スパークってもしかして物理？物理か？相手麻痺効かなそうだもんな。月光がはちょっとな、ちょっと待って。月光がで先手取って一撃で倒せるぐらいまでなんとかこいつらで減らそう。なんとかして。総出でいこう、もうこうなったら。なし崩し。クワガノン。スパーク耐えて、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 耐えて。よし。ハサミ耐えて。よし。よし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 。で、ここで、傷薬使っておく。で、月光が満タンにして、スパークなんとか一発耐えれる分ぐらいは、確保。もし、S 負けてたらの時の場合ね。で、次。デンジ虫、アブリボーン先行。アブリボーンで、麻痺はまあ効かないでしょうし、僕はドレキスZ しびれごなないな。ドレキスしよう。ドレキス。お、S 早いね。急所いいね。充電これラッキー。ラッキーラッキー。クワガノンさえね、倒してしまえば、いける。再起ね行こうか。S 早いからね、こっちの方が。ネシスを食らえ！うわー、フェアリーのタイプ一致の方が強い。痛い痛い。あー、てかそうか、特防が上がってるからか。電磁虫何かできるとは思わない。月光が行こう。月光がはやられちゃった時に電磁虫で元気のかけらを使って月光がさらに呼び出すという、そういうね、重要な役割、電磁虫は。ここで、電気虫、電気虫、電気虫、虫電気、水手裏剣で。いやー、ダメダメダメ。辻斬りが一番安定する。クワガノン。勝った。よし。なんとかなったね。なんとかなった。サトシゲクーやろ。デジハ。まあいいでしょう。もう問題ない。あとは一発入れるだけ。バメ返し。あと一発か。麻痺の上に糸ってもうわけがわかんねえな。よし、さようなら。41。なんかいい感じのハイドロポンプ的なの覚えないかな。なんとか勝ちました。あ、やばい、1時間経っちゃう、また。ゲゲゲ、うわうわう。こいつ、ベルト、仮面ライダーみたいなやつしてる。思われ。マ君。マーさん。ナイスキャプテンだよ。エテ君を成長させ、実験も成功させた。もっとも、主ポケモンコイコイマーク2は、電力を使いすぎのようだ。電事務所の協力を仰ぐとか、改善の余地ありだね。エテ、主ポケモンを倒した。君に電気 Z をあげる。電気 Z。これは、電磁虫が、そろそろ、輝くかもしれない。T シャツなんて書いてんのあれ、タンクトップ。柄がよくわかんないんだけど。見てて。恥ずかしくない？今、どういう気持ち？停電だと平気だったけど、ああ、人に見られているとうまく話せなくなっちゃう。コミュ障！ありがとう。おめで、まねのしれ、たつ、おめでとう。シュルン達成おめでとう。マーマネもキャプテンお疲れ。僕もドキドキ。あ、いとこだけどマーマネをキャプテンに選んでよかった。仲良し。本来であればシマキングがキャプテンを任命する。だが裏々島は事情がやや特殊でね。なんとかかんとかキャプテンしてる。えてすごかった。なるほど。ではいいものを進呈しよう。鋼 Z な、めっちゃくれるやん。ポケモンと共に強さを求め、島巡りで手に入れた Z クリスタル。僕より君にふさわしいだろう。遠慮せずに使ってほしい。さて、エテ君。お使いを頼まれてくれるかな。クグイ君の忘れ物だよ。博士の覆面ね。うん、もう、いいんだね。もうバレバレなんだよ。ククイ君、マリエ庭園に戻ると言ってたよね。お手数をかけるがよろしく。まあ、その後もあるから一瞬ですくよ。今度は勝負。何？今度は勝負何？まあ、行きますか。まあ、一旦けどここで区切ろう。なんか落ちてないかな。ここ入れないんだ。ここも入れないわ。トンツートン。はい、ちょっとポケモンセンター行って区切るわ。とりあえず電磁虫がどうやら電気のクワガタポケモンになるということが分かって、ちょっと一安心しました。よし、じゃあ次はね、庭園に博士のね、マスクを届けに行きましょう。今日はここまでかな。うん。今日はここまで。また、明日も一応休みだから、明日もやるかもしんないけど。だから、この2連休中に、なんとかクリアしたいな。早くね、レートとかフリーとかね、対戦実況とかもしたいしね、ポケモン育成もしたいんで、どんどん進めていきます。はい。では、社会人による大人の高速最強究極実況プレイ。ご視聴ありがとうございました。